因縁の対決実現。戦慄のアリゲーター、ドンフライ。アルティメットヒーロー、ケン・シャムロック。犬猿の仲の2人がプライドのリングでついに激突することとなった。I've been chasing him for four, five years now, and finally they got into the corner, and they won't let him out. He's forced to fight me. And after I beat him, and pretty much I'll be at the top of the game again. Yeah, again, I'm not gonna sit here and listen to this punk ass bitch here talk crap. I'm gonna tell you something. I don't duck anybody. I never have ducked anybody.This isn't a Mike Tyson or a boxing thing here. You ain't gonna sit here and disrespect me and have me sit here and listen to it. I will beat your ass right now. Wait. You better enjoy it. That's all you're gonna get, bitch. Because next time I'm gonna bust your face. 大荒れとなった記者会見。だが、これがさらに二人の闘志に火をつける結果となった。Ken Shamrock, he injured about five people. He put them out of the sport. You know, he crippled them. And he didn't cripple them because of the sport way or because of just it just happened to happen in the event. He crippled them because he's an asshole, and he crippled them because he's mean, and he meant to cripple them. Not, it wasn't by accident. He did it on purpose.And he started talking crap about me, which I got no problem with that. Then he started in on my family, started talking about my dad, my brother. You know, that pisses me off. That there doesn't belong in this sport. I'm going to stomp his guts out. I'm going to take him down. I'm going to submit him. I'm going to beat him in his own game. And if we go to the ground, I'm going to break his bones. It doesn't matter wherever it happens. All I know is I want to get in there, I want to ring the bell, and I want to just put nothing but pain on him.会場入りするドン・フライ。全身から闘志がオーラとなってあふれ出る。一方のシャムロック、その表情はいつも以上に厳しい。全米が注目するスター選手同士の激突。しかも互いへの憎悪をぶつけながらの戦い。試合前から独特の空気が控え室内に漂う。ウォーミングアップにしては激しい動きに、この試合の持つ意味の大きさが見て取れる。打撃の練習に余念がないフライ。この拳でシャムロックを叩きのめす。無言の中にもその強い意志が見え隠れする。組み技のエキスパートトレイ・テリグマンを相手に技術をチェックするシャムロック。そして打撃の相手役はガイ・メッツァー。ライオンズ・デンが総力を挙げてフライを潰しにかかる。UFC 創世紀のヒーローシャムロック。そんなベテランでもこの戦いは特別だ。フライを俺の前にひれ伏せ。男の意地が音を立ててぶつかり合う。真のアメリカンヒーローはドン・フライ。今日それが証明される。さあその時がやってきた。この両雄の睨み合いはどうだ。わずかの1インチもそのまま足が動きません。まだ睨み合っている。まだ睨んでいる。そのマナコは微動だにしませんでした。氷のように冷たいアルティメットの英雄と紅蓮に燃えるキングオブアルティメット。一体この一戦はどうなるんだ。
予測不在ですね。そうですね、いきなり殴りかかりに行きました。結局あのパンチをちょっと封印するような言い方もしていましたが、やはり試合が始まったのでサンブロックの方ですね、先に組んでいったのは、むしろあのこのサブミッションでシャムロックをやっつけていくんだと、そうドンフライは話していました。あのドンフライ の, あのボディへのパンチ、はい、効きますよね、脇腹、はい、この両方がわずか8人で決着がつくと思えないんですが、背中を見せているドンフライ、お互い脇腹を押し合う、はい、いいパンチですよ、膝が入った、それでも殴り合う殴り合う殴り合う、これ、ね、一発ごとに大歓声です。聞いてくるとやっぱり精神的に慣れちゃうんですよね。どっちの気持ちが折れるか、気持ちが折れてくるそうですね。ボディとか顔よりある意味じゃですね、気持ちが慣れちゃうんですよね。いやもう余裕の一発ごとに大歓声の埼玉スーパーアリーナ、膝を交えているのがシャムロックですね。あの距離的にはやっぱり、はい、ドンフライの懐が深いですからね、はい、まあ、殴り合い切り合いでした。この状態がずっと続いています。赤コーナーサイドです。この蹴りというのは高田さんいかがですか。いやフライのパンチの方が有効ですね。そうですか、嫌になってますよ。あ、なるほど、頭に一発いきました。しかしさすがにその一発来たら同じところに返しますね。非常に何かこの意地の張り合いというんでしょうか、まあ、とにかくあの戦い前が大変でしたからね。そうですね、このね今のボディの攻撃、お互い2人ですけど、はい、テイクダウン狙わずにですね、お互いに我慢比べしてますよね。コーナーを背にしているのがドンフライです。ここで止まりました。一度両雄が滅ばれます。さあもう一度スタンディングバードルの体勢はずっと続いています。本当に今の攻防なんかは意地が出ました。共に殴り合う、まだ組みついた、膝が飛ぶ、そして脇腹にもう2発、何か音がちょっと戸田さん違いますね。そうですね、シャムロックの方が組んでいきますね。そうですね、はい、ただそう簡単にテイクダウンはできそうにもないという領域です。お互いにですね、意地があるからテイクダウンもしないですね。なるほどね、このまま行こうと、殴り合いでですね、はい、逃げたくないなっていうのがあるんじゃないですかね。初めてでしょうか、ドンフライの方も膝を飛ばしてきました。ちょっとシャムロック効いてますね。そうですか、特にあのシャムロックの左半身ですね、下に上に、特に脇腹に相当重いパンチがいっぱい入りました。ドンフライここまではやや優勢か、しかしどちらとも言えない攻防が続く。顔を殴りにくいシャムロック、気持ちの勝負ですね、はい、この攻防は気持ちの勝負ですね。百戦錬磨の猛者2人、ヒーロー、あるいは英雄と言われた2人の殴り合い、ちょっと近すぎますね、はい、殴り合いが、まあ、それだけ気持ちが前に出てるということでしょうね、はい、膝がまた飛んでいく。もうこの状態のまま3分4分が経過していきます。まだこの状態、もうなんかこれだけ気持ちが前に出てます。高田さん、内疲れってことはほぼ考えにくいようにも思うんですが、やっぱ出ますよ。出ますか。この、はい、あの体勢は結構きついですからね。なるほどね、はい、結構こうお互い立ってよかかってるように見えますが、はい、実はものすごい力の攻防があるわけで入ってますね、本当に意地ですね。己と己のいわばアイデンティティのぶつかり合いです。全米にこの模様は放送されています。また脇腹に一つ、ちょっとやっぱりシャムロックは高田さん、このパンチを嫌がってますか。嫌がってますね、はい、まだほどけました。緊張感あるしですね、はい、さあこれが3回目のリスタート、どちらが先にパンチを出すか。ニヤニヤ両雄、ジャブを出していくドンフライ。ドンフライはですね、はい、喧嘩ファイトしようとしながらも、やっぱ先に出した、シャムロック研究してますよね、はい、ショートレンジでパンチが入っていった、それを組みつけていきますドンフライ。まだテイクダウンはただの一度もありません。このちょっと傷が見えます、まあ、それだけロープ際での攻防が激しかったわけです、ボディを攻め合うというのはですね、本当に意地を奪い合うというかですね、はい、きついと思いますよ。これはしかし時間が経ってくると高田さん相当効いてくるかもしれませんね。ボディはきついですね、はい、テンプルの一発いきましたドンフライ。これをしっかり見ているケンシャムロック、ケンシャムロック蹴りが出るといいと思うんですけどね、はい、ワンツーボディー、フェイスを叩いた、顔を叩いた、お互いに入ってますね、はい、手数はほぼ一緒ですね、そうですね、手数はほぼ一緒、6分が経過しました。森脇さん、はい、ドンフライサイドですけどね、飛んでる言葉がですね、はい、殴れとか蹴れとか骨を折れとかその類の言葉ばかり飛んでますね。ちょっと危ないですね、はい、先ほどようやくテイクダウン取れという言葉が指示らしい指示が飛んでいました。あ、なるほどね、はい、ただしかしそのテイクダウンに行こうという雰囲気は全くありません。また殴り合う、また殴り合う、倒れるまでやるのがこの両雄。ケンシャムロックがですね、ちょっと組むのがだんだん嫌になってきた感じがするんですよね。なるほど、はい、今なんか殴るの勝負出たじゃないですかね。ドンフライは8分あればこの試合終わると言いました。しかしちょっと直線、初めてのテイクダウン誘い込んだのシャムロック。あ、
出ましたね。足を狙ってます。足を狙っている。足を狙っている。体勢ですね。得意のサブミッションに出ていく。足を狙っている。足を狙っている。伸びきるとドンフライは危険ですが、この辺のディフェンスもすごい。フィール狙ってますよ。はい。基礎中心。まだ狙っている。まだ狙っている。動きが出てきました。この戦い。ヒールですね。ヒールホールド。ヒールホールドですかね。シャムロックが大チャンス。大きく息をつくドンフライ。ちょっときついですね。そうですね。表情が少し変わってきました。今のドンフライが意地になりすぎましたね。なるほど、はい。意地になりすぎて。初めて誘い込んだシャムロックが絞り上げる。かかとを絞り上げる。フライの表情はどうだ。この辺も意地ですね。そうですね。5年来の因縁がこの汗に現れています。大きく息をつけて、さらにグイッと曲がっている。グイッと曲がっている。しかしシャブロックの方も出血か。シャブロックの目も消えている。ロンフライが蹴ったその足、顔面をヒットしました。外れた、外れた。そしてもう一度いた膝からまたヒールですね。フライが行っていた8分が今経過しました。逆サイド、ああ締めてますね。流血のシャムロックが絞り上げる。逆の方締めてますね。そうですね、左ですね。はい、右の後は今度は左。絞り上げるがフライの表情がそれほど変わらない。きついですよ。渾身の絞り上げですよね。これね、しのがれちゃうと今度シャムロックきついですね、はい、なるほど。相当スタミナを使っていることは間違いありません、締め疲れしますよ。はい、それでも殴りにかかる。フライの足のダメージはどうだ。また絞る、さらに絞る。そうですね、膝が伸びきるとフライが危険。伸びるとフライが危険。しかしまだ曲がっています。ただフライの表情がほとんど苦痛に歪まないんですよね。これきついです。スタミナ切れてますね。これはね、そうですね、フライはきついですね、はい、絞り上げる。我慢してるんですね。なるほどね、この辺の我慢もさすがですね。残りの1分。いや、ポジション的には傾斜力圧倒的にですね、途中から誘った。そしてさらにアキレス系あるいはアンクル。足を絞り上げるシャムロック。残りは1分の第1ラウンド。これね、あの選手生命がね、ヒールホールドガッチリ決まっちゃうと飛んじゃうぐらいのですね、ダメージを負っちゃいますからね。ただそれでも全くその意地で表情を変えない。息は少し大きくつき始めました。ドンフライ必要に足を狙っているシャムロック。残りは30。ものすごい意地と意地のぶつかり合いですね。まさに死闘になりました、この両雄です。アメリカンキングとヒーローと、その意地が交錯する埼玉スーパーアリーナ。テンション力ちょっと疲れてますね。ボールが交錯している。テンション力がちょっと攻め疲れですね。そうですか、ね、残りが少ない。汗が滴り落ちるドンフライ。あのさっき、あの最初の苦しいところをしのぎました。歩けるかな。そうになりました。歩いているドンフライ。あ、きついですね。マリストのテンションが下り、ドンフライです。第2ラウンドが始まりました。また殴り合う。共に顔に一発。共に入っている。本当にね、心の折り合いですね。そうですね、第2ラウンド第3ラウンドは5分です。相手の心を折ってやろうというのはもう攻め方ですよね、2人とも、はいはい、ギルバートアイブル戦、あの同時多発テロの直後の試合でした。そんな思いも込めました試合。反則なしということで、まず1勝を挙げて、すっきりとこの宿命の対決、シャムロックを打ちたいドンフライです。どこでパンチを放つか、ケンシャムロック。森脇さん、はい、あの最初のね、試合が始まる前はあまり雰囲気良くなかったんですよ、こっちは。あ、そうですか。あの会場の雰囲気がちょっとドンフライ寄りじゃなかったですか。あ、そうですか。あのね、ブーイングも聞こえたんですよ。ほうほう。それで親っていう感じでね、そういう雰囲気なのかこの会場はという感じで一別しましたね。あ、なるほど。ただこの1ラウンド終わって、プラン通りだと、はい、くっついていって、そして寝技に持っていって締め上げるという、ここまでは自分たちのプラン通りに進んでいるというふうに話しています。そうですか、森脇さん、はい、対するドンフライサイドですけどね、あのやはりあのシャムロックの左脇腹に繰り出しているパンチ、これがね相当効いてるはずだと、やはり大きく進んでいるようですね。なるほどね、はい、はい、であの冷静になれとセコンドは指示を飛ばしてるんですが、冷静になれと言いつつもやはり出てることは殴れとは出るとかそういうインターバルでしたね。それはまあコメント、セコンド陣も非常に熱くなっているのは、事前からずっとそうでした。どちらがそのアメリカの本当のヒーローになれるのか、そんな戦いでもこの戦いはあります。膝を飛ばす
またパンチを出し合う。ずっと結局第2ラウンドはグラウンドに持ち込まれることはありません。共に殴り合う、共に脇腹を殴り合って、殴り合って殴り合って第2ラウンド終了です。中腰を大きく息をつきます。シャムロック第3ラウンドが始まりました。第2ラウンドは高田さん、結局ずっと立ったままでしたね。立ってましたね。今もだけど、ケンシャブロックの方が組みつきに来ましたね。はい、プライドの方がスタミナに取り合いますね、まだ。はい、宮川ですか。はい、シャムロックサイドはやっぱり倒したいんですね。あー、殴り合いだ、殴り合いだ、マスター、そのままグラウンド。ケンシャブロック、グラッド崩れ落ちました。シャムロックの意地点がすごい以上、なんか初めて見ましたね。そうですね、冷酷な獅子が今熱い雄たけびを上げています。しかしお互いにそのサブミッションというよりは、何かそのお互いを潰す殴り合いという感じになっていました。そうですね、はい、うん、腕を取る、腕を取るか。シャムロックこの状態で、はい、フライ、フライダブルアングル、あるいは狙っているでしょうか。絞る、絞る。高田さん、決まり具合はどうですか。大丈夫ですよ。出ました、出ました。いや、シャムロックこの体勢強いですからね。なるほど、はい、力って記録っていうのはもう失せてますよね。足を狙う、足を狙う、足を狙う、石田さんと同じ展開。絞り上げている、絞り上げている、どっちだ。シャムロック絞り上げている、逃れようとするフライ。うわ、辛そう。形勢はこれはシャムロック、シャムロック離しちゃダメですね。そうですか、はい、逆に取ろうという感じもあります。フライ少なくなっていく。いや、これはもうフラフラだ。シャムロック記録ですね。記録ですね、シャムロック。フライ男性、あるいはフライコールの方が多いか。シャムロック離さないで、目を凝らして観衆が見つめています。もう一絞りなんですよね。そうですね、シャムロックは。ただもう第1ラウンドで一度ものすごい力を使い果たしました。でまたね、脇腹とか痛めてるから、はい、特に左側、最初左で取ったんですけど、右に変えたじゃないですか、はい、やっぱきついと思うんですよね。これは一瞬の攻防なく、ここまでの十数分間の全てが凝縮されている戦いです。素晴らしい試合ですね。そうですね、すべて単なる一本で片付けにはもったいない。好ゲーム、好試合です。残りは1分。きつい。これフライすごいきついですか。シャムロック取ったらきついですね。シャムロックきついんだ。いやいや、フライですよ、ね、フライですよね、はい、絞り上げる、絞り上げる。普通に顔が歪んだ。入ってますよ、フライの顔が普通に歪んだ。入ってますよ、入ってますよ。それでも逆に取ろうとしているフライ。入ってますよ。あー、抜けた。残りは少なくなってきました。今度ドンフライが取りましたね。残りは30、残りは30。固めるシャムロック、フライを取りに行く。今このシャムロックの方が決めてますね。決まっているのはシャムロックか。どのぐらい離れました。どのぐらいの手は離れました。残りは少ない、残りは少ない。完全に決めてますか。完全に決めてますか。どういう試合だ。それでもフライの心は折れません。息をつきます。息をつくフライ。結構メキメキと残りはわずか。これでコング決着つかず。いい試合でしたね。あまりにも壮絶な戦いでした。これ判定、共に目を合わせた、目を合わせた、陽優が目を合わせた。これ判定つけるのなんかもったいないぐらいのいい試合ですね。両方のセコンド前見よった。抱き合う、抱き合う。5年来の遺恨が今拳を交えたものにしかわからない友情が芽生えました。いや、僕ね、シャムロックはよくやったと思いますね。はい、
フライファンもシャムロックファンもありません。熱海応援が泣き合います。これなんかね、安定つけるともったいないですね、逆に言うと。ジャッジ岡林ドン、まずドンフライ。ジャッジ西剣、お1対1。うわ、どうなる。ジャッジ小林決め手だったんですけど、1人、ジャッジはですね、西さんは1ラウンドのアキレス腱取ってましたから、いや本当に勝負、あの判定も微妙でしたね。何か今アメリカの魂がここに形になって現れている、そんな感じがします。フライがシャムロックの手を挙げます。そしてまた抱き合う。これは素晴らしかったですね。感動の一戦でした。セミナーの拍手をお願いいたします。高田さん、はい、この殴り合い、そして一度は崩れたシャムロックが最後絞り上げました、もう最高としか言いようがない試合ですね。もう判定の瞬間までドラマでしたね、本当ね。そうでしたね、あまりにも素晴らしすぎる試合でした。本当プロの試合ですね。プライド史上に、そしてバーリトゥード史上に間違いなくこの一戦残ります。How was the match? Tough. Got caught a couple times. Do you have any comment on the match? Ken Shamrock's a great fighter. He's a great fighter. Lay down.